皆さんこんにちは、マネルグルビシです。今回はギレネ・ボチオン独立戦争期ジオン軍編、連邦軍編ですね、続きをプレイしていきたいと思います。今回はまだ見れていないムービーの31番と34番、これを見ようということで、エルラン中将の、忠誠値を上げてですね、さらにホワイトベース隊も、全滅解散させて、進めてきたんですが、残念ながらムービーの31番と34番見れずにいるという状況です。ただここまで来たので最後までプレイはしていきたいと思います。前回はキリマンジャロ基地攻略しておりますので、今回は残っている地球上の最後のジオンの拠点キャリフォルニア、こちらの攻略をやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。ネビル将軍、キャリフォルニアベースから発進したジオンのジャブロー上陸部隊が全滅しました。この失敗によってジオン地上軍の戦力は著しく低下していると思われます。キャリフォルニア攻略作戦の準備中ですが、ここで改めて地球上からジオン軍が一掃されつつあると、そういうイベントですね。了解しました。これまでの諸君らの努力により我が軍は戦いの主導権を取り戻すことができた。この場を借りて感謝の意を表したい。今後戦場は宇宙へ移ることになるが、これからもよろしく頼む。ようやく反撃の時が来たのですね。まずはソロモンからだな。はい、あの要塞を落とさねばジオン本土への侵攻は不可能です。ジオンは国力がない。ソロモンが落ちれば和平交渉を求めてくるのではないかな。可能性はありますが、それでことが済むとは思えませんな。なぜだね。戦争の終結が目的ではないのかね。ジオンに生き残られると後の世に禍根を残すことになります。その通り、ジオンは完全に潰してしまった方が。それではザビ家のやっていることと変わらんだろうが、我々の目的はこの戦争を一刻も早く終わらせることにあるのだ。将軍。今は言い争いをしている時ではないな。ソロモンの攻略を開始するとしよう。そうですね、ソロモン攻略作戦が発動できるようになりましたが、まずはやっぱりカリフォルニアですね、ここの攻略を進めていきたいと思います。ではカリフォルニアに向けて部隊を発進させていきたいと思います。まずは攻略作戦の発動ですね。進行ルートを表示します。ジャブローとハワイと、あとニューヨークから部隊を出していきたいと思います。攻略作戦案を設定してください。部隊はすでに配置済みです。主力はやっぱりですね、レベル将軍。ここにはなんといってもアムロがいますのでね、これは使わない手はないだろうというところで、レベル将軍を主力と据えて部隊を送り込んでいきましょう。作戦期間を設定してください。了解しました。攻略作戦を発動します。もちろん同時に、カリフォルニアに部隊が、到着するように調整して部隊を発進させていきます。我が軍はこれよりキャリフォルニア攻略作戦を開始する。ジャブローに近いこの地域の制圧は戦略上大きな価値を持っている。諸君らの検討に期待する。ではカリフォルニアに4つの部隊ですね、ニューヨーク、ハワイ、そしてジャブローから2部隊、合計4部隊レベル将軍が率いて突入しました。で、策略としてはここもやっぱり包囲戦を展開して、攻撃陣形指揮高揚で一気に決めましょう。特にですね、ブレックスが率いているハワイからの部隊はですね、カイロを行くということもあって、いち早く敵部隊と接触できると思うので、ここで最初にね、ダメージ取っていきたいと思います。策略を、ドックが多いだ、パッと見ドックがめちゃくちゃ多い。あとアッザムなんかもいますね。ドックか、相手がドックとなるとちょっと話は別だな。とりあえず、早速ですけども上陸していきましょう。
ミディアが落とされると痛いので、まあ、ミディアはですね、落とされない最新の注意を払って出撃します。すでにこちらは主力はモビルスーツになっていて、敵の上にドップ、まあ、つまり航空戦力はほとんど持っていないので、あまり気にせず突っ込んでいきましょう。本当だったらね、敵のドップ編隊を迎え撃つ、航空戦隊を用意できると、まあ、より安定して戦うことができたのかなという気はもちろんするんですが、ないものはないでしょうがないので進んでいきましょう。ビッグトレイにはレベル将軍が乗っています。どうしてもね、ちょっと足が遅いというのはあるので、ね、ちょっとうまくここは乗り合いをつけながら進んでいきます。で、画面のこれ右上になりますけども、ここはですね、ニューヨークに展開していた、天剣艦長のいる部隊ですね。では、時間を進めて敵と戦闘し、このカリフォルニア、ダッシュしていきましょう。まあ、敵の部隊数もですね、92部隊とかなり多いです。まあ、ただ、ご覧いただいた通り、ドップなんかが多そうだったので、まあ、戦力で言えばこちらが上回っていると言って良さそうかなと思います。ビッグトレイにレベル将軍って言いましたけど、間違いですね。ビッグトレイには、公園が乗ってました。訂正をさせていただきたいと思います。では、会場では本格的な戦闘になりました。まあ、ドップの数が本当に多いので、ここは下手すると、潜水艦が落とされるかもしれないですね。まあ、ちなみに地上専用のモビルスーツや航空機、まあ、あとは戦車なんかもそうですけども、これらに関してはこの後使い道がほとんどなくなる見込みなので、まあ、損害はあまり気にせず特攻を仕掛けていければいいかなと思います。いや、敵の数、まあ、ドップなんかもいるので、戦力が強いかというとまた別問題ですが、かなり多いですね。ユニット数だけで見るとかなり多いので、なかなか先に進めずにいるという状況ですが、まあ、それでもじりじりと基地中心部に迫っていっています。ドズルザビ中将がいますな、そこにね。今、ドズル中将がいました。ちなみに、コンスコンもいましたね。で、戦力的には敵数多いんですが、単純なユニット数ではひっくり返しました。だいぶ敵の基地中心部に迫ってきました。敵の戦力も低下してますね。このまま行けば、次のターンで、このキャリフォルニアのダッシュができるかなと思います。それでは、キャリフォルニアベース攻略、2段目に入りました。まあ、すでに敵を包囲殲滅する体制に入りつつありますので、このまま一気に多い選別戦へと入っていきたいと思います。まあ、アムロをはじめやっぱりガンダムタイプに乗ってるユニットキャラクターはかなり強力ですね。もうすでに敵の防衛要塞防衛砲台に攻撃を仕掛けているので、本当に基地中心部に迫っている状態ですね。モビルアーマーとしてはアッザム、今エルラン中将が撃沈撃墜しましたが、これとあとアプサラスがいたように見えます。
この辺りももうすでに脅威ではないかなというふうに思いますので、このまま突っ込んでいきましょう。さあ、敵の基地中心部開きました。ガウもアムロが落として、もう敵の運動数はかなり少ないですね。まあ、カリフォルニア攻略に全力を投入してきたというのもあって、敵の大軍を一掃しつつあるというところなんですが、まあ、懸念点としてはですね、まあ、一つは宇宙での戦いにあまり準備をしていなかったので、この後のソロモン攻略戦、これがですね、かなり敵が戦力を整えてしまっているんじゃないかなっていう、まあ、懸念点が一つあるかなと思います。まあ、そこを、またね、この地上戦を終えた部隊で結集して決着できればいいのかなとは思うんですけどね。さあ、では残ってる敵のユニットですね。もう本当に少ない状態です。これは、アムロたちを使って一気に殲滅をね、図っていきましょう。ロンメルが出来損ないに乗ってるっていうあたりがもったいないな。せめてね、もうちょっとまともなモビルスーツに乗ってたら違う展開もあったかなと思うんですけどね。さあ、これが最後の敵モビルスーツ。グフ重装型、これを撃破して敵部隊沈黙、キャリフォルニア攻略完了になります。敵基地の制圧に成功しました。これで我が軍の勝利です。現時点でジオン軍側の地上の拠点は全部なくなりましたね。まあ、まだ降下してくる可能性はあるので油断はできませんが、まあ、一旦地球上の敵勢力は一掃したという状態です。情報部より報告書が届く。では、次回はですね、いよいよ、宇宙攻略戦ということで、まずは手始めにソロモンですね。ここの攻略に向けて衛星軌道上の制圧、それを次回行っていきたいと思います。